ていくから。ああ。ありがとう、みんな。それじゃあ、コンソールに。少しだけ待ってくれ、アスナ。その前に、俺にはすべきことがあるんだ。すべきこと？リアルワールドに帰る前に、メディナとご先祖様を一緒に眠らせてあげたいんだ。ご先祖様？キリト君、もしかしてそれって。ああ、オルティナノスケの宝石だよ。燃え尽きたと思ったけど、この一つだけが残っていたんだ。そうだったの。俺は結局メディナを救えなかった。だからせめてリコリスの花畑のそばにこの剣と宝石を一緒に埋めて弔ってあげたいんだ。ありがとう、私を解放してくれて。その声、メディナ、メディナなのか。いいえ、私はあの子の遠い先祖です。宝石に残った残留思念なのか。すまない、メディナを。あなたの大切な子孫を俺は守れなかった。友達だったのに。俺はもう自分を責めないで。あなたは私たちのために戦ってくれた。あなたにお願いがあるの。どうかあの子を助けて。私たちの意志を継ぐ者を。でもメディナは死んでしまった。もう助けられない。彼女の肉体は死したかもしれない。でも彼女の思いはその剣に残っている。彼女の魂も。魂が。ええ、そして器ならばあるわ。どうかお願い、私たちの願いを叶えて。白き牢獄に眠る私を見つけて。キリト君、キリト君。アスナ、どうしたの？ずっとその宝石を見つめていたわよ。宝石から聞こえたんだ、メディナのご先祖様の声が。まさかそれってアロードの首飾りに残った残留思念みたいなこと？確かアドミニストレーターは実験に失敗するたびオルティナノスケの人々を宝石に変えたと言っていた。この宝石には魂が入っているんだろう。もしかしてこの中にあるフラクトライトに残った思念かもしれない。いや、この宝石に残るのは戦力補充モジュール、そしてそのモジュールに結びついたある記憶情報だけじゃ。それじゃあこの宝石の中にフラクトライトはないのか？あの女が宝石をリソースとして作った剣を見たとき、わしはフラクトライトの反応を感じた。そこには確かに計4つのフラクトライトが含まれておったが、この個体には全く魂の反応がない。4つ。でもアドミニストレーターがあの時剣に変えたのは5つの宝石だ。つまり宝石に変えられた5人のうち1人だけ。ちなみにそのある記憶情報とは？戦力補充モジュールを稼働させるのに必要なオルティナノスケとしての記憶、そして一族に対する思いじゃ。フラクトライトではなくオルティナノスケへの思いが。そして器ならばあるわ。も
しかしてカーディナル、メディナの件を調べてくれないか。一体なぜじゃ。もしかしたらまだこの件の中にメディナが残っているかもしれないんだ。しかしフラクトライトの反応は消失していた。それにお主は彼女の死を見たのじゃろ。確かにそうだ。でもメディナのご先祖様はまだメディナの魂は死んでいないと言ったんだ。何より俺はまだ諦めたくない。頼む、調べてくれ。わかった、引き受けよう。なんと、すまぬ。メディナのフラクトライトが消失したと言ったが、それは誤りじゃった。正確にはほとんど崩壊してしまい、全ての記憶を失ったフラクトライトの反応を察知できなかったのじゃ。どういう意味だ。メディナのフラクトライトは未だ彼女がその身を変換した剣の中に存在している。じゃが状態は最悪じゃ。ほとんど全ての記憶が破損し崩壊している。もはや通常のフラクトライトとしての働き、魂としての機能は果たせぬじゃろう。そんな。唯一このフラクトライトを完全なる消失からつなぎ止めているのはある真意じゃ。ある真意。キリト、お主なら理解できるのではないか。お主は彼女との記憶で剣と絆を結び、武装完全支配術を行使したのじゃから。はあ、メディナはあんなところで死ぬやつじゃない。本当は生きて成し遂げたいことが山ほどあったはずなんだ。やれやれ、お主はやはり鈍感な若造じゃな。え？まあよい、完全に間違ってはいないからな。しかし崩壊しかけのフラクトライトがあったとしても、もはやその器はない。彼女の肉体は完全に死してしまった。この現状ではわしの力をもってしてもどうにもできぬよ。いや、器ならある。どういうことです。なるほどな。まったく、あの女らしいやり方じゃ。あの女はオルティナノスケの先祖たちをフラクトライトごと宝石に変え、モジュールを保存していた。しかしあの女が予備として状態の良いモジュールの器を保存しようとしたとすれば。そうだ、五代目当主の器はほとんど完璧に近かった。アドミニストレーターはそう言っていた。もし何らかの原因でオルティナノスケが断絶することがあった時のために、アドミニストレーターは何をすると思う。残酷だけど考えられることはただ一つだよね。凍結して永久に保存する、一部の聖豪騎士たちのように。うむ、そしてフラクトライトなしでは肉体はいくら凍結しようが死ぬ。つまり五代目当主殿のモジュールだけは肉体と魂を別にして宝石にされたというわけですか。うむ、その解釈だと納得がいく。あの宝石だけは他のものと違い、魂が含まれていなかった。故に他の宝石と姿が違っていたのですね。しかし、なんとむごい。でもそれがメディナを救う鍵になるかもしれないんだ。キリト君、それってまさかご先祖様の魂と体にメディナさんのフラクトライトを上書きするの？器があるということはそれ以外にないじゃろ。崩壊したフラクトライトをもう一度蘇らせるには状態のいいフラクトライトと体が必要じゃ。いわばコピー、魂の複製という行為になるが。本来なら決して許されることじゃないよな。カーディナルもそう思ってるだろう。まあ人事ではないからな。あの女が記憶容量確保のためにある少女にしたことと同じじゃ。俺もそう思ってる。だからたとえ器があったとしても本当にそれをすべきかどうなのか。ごちゃごちゃと悩んでる暇はないぞ。メディナのフラクトライトはもう一刻の猶予も許さぬ状態じゃ。カーディナル、お主は
メディナの先祖の声を聞いたのじゃろ。その声は何と言っていた。確かに哀れなリセリスという少女はあの儀式で全てを奪われた。じゃがメディナの先祖が子孫を生かすため自らの体を捧げることを望むのならば話は違ってくる。ああ、ご先祖様の意識は俺に器ならばある、メディナを助けてくれと語りかけてきた。そうか、ならばお主のすることは決まっておる。器と壊れかけの魂をつなぐ方法があるのか。詳しくは後で話す。問題はその器がどこにあるかじゃ。白き牢獄で私を見つけて、あの人は俺にそう言った。白き牢獄だと。それってあんたとユージオがここに連行されてきた時に閉じ込められた場所のこと？いや違う、そこじゃない。アドミニストレーターが労力を使わず迎える実験場、さっきハーシリアンが言っていた場所、最上階からつながる人繰り領域に白き牢獄はあるはずだ。前に大図書室で見せてもらった絵本、あの中に何か書いていないか。絵本じゃと？もしやあの女が残した絵しか書いていない本のことか。そんな本があったの？ああ、今から思えばあれはオルティナノス家に関する伝承を隠したものだったんだ。宝石に自分の血を注ぎ扉を開く人々の絵。ちょっと、それってまるで。そうだ、あれはアドミニストレーターの計画を予言するものだった。正確にはクイネラが万が一記憶を失った際にその予言を実現するために作ったものだったんだ。わからないが、あの中に何か暗号が隠れているかもしれない。もう手がかりはあの本しかない。少し待っておれ、大図書室に絵本を取りに行く。これじゃな。他にも関連がありそうな書物がないか調べたが、見つけられたのはこれのみじゃ。十分だよ、ありがとうカーティナル。ん？これを？大きな宝石の周りに血を注ぐ人たち。でも宝石のかけらみたいなものが端に描かれています。お兄ちゃん、もしかしてこれ。次のページで全ての宝石が集合体となり扉が開く。だがその宝石だけはその集合体の中にいない。宝石はこの最上階に飾られた剣の束の中に入っていく。やっぱりこの剣だ。絵の通り束に宝石のかけらが埋まっている。解析してみよう。ふむ、どうだ。これは秘匿領域、つまり隠しストレージへの入り口じゃ。そしてその先のデータが圧縮された上でパスコードがかけられておる。パスコード？それがわからなければ入れないんじゃ。その通り。いや、方法はあるさ。あんた、まさかハッキングするつもり？ああ、パスコード解析プログラムを組み上げれば不可能じゃないはずだ。いくら現実で君がプログラミングに強いって言っても、ここにはそんな端末。いや、ここにはあるんだ。プログラミングに適したリアルワールドの人気がね。キリト君、さすがお兄ちゃんって言いたいところだけど。ええ、やることがハッキングなだけに、そう言いたくない気持ちもわかるわ。でもさすがキリトさんです。スカにはまった宝石のオブジェクト ID はもうわかっている。ならばそこにかけられたパスコードを解除し、圧縮されたストレージを解凍すればいい。先ほどから黙って聞いてはいたが、お前たちは一体何を言っているのだ？秘匿領域への潜入方法を探していることは理解しましたが、パスコード解析とやらは一体？私たちにも分かるように説明してちょうだい。
悪い、詳しいことは後で説明する。ともかくこの機会で俺やメディナのご先祖様が閉じ込められた部屋への扉を開くんだ。だからそれは一体どうやって行うのだ。まあまあ見とけよエルドリエ、少年はいざという時信頼できる。にしてもリアルワールドってとこの知識は難しいこったな。脳みそがついていかねえよ。まあ見ておくとしましょうよ、坊やが何をしてくれるのか。どうにか扉を開いてみせる。わかった。え、5分もかかってないってどういうこと？みんなパスコードはこまめに変えた方がいいぜ。ヒルト君、この技術を絶対に悪用しちゃダメよ。お兄ちゃん、まさかこれまでにそのプログラム使ってないよね？断じて悪用してない。前に組んだアプリのパスコードが自分で分からなくなった時に使っただけだ。はあ、よかった。ほっとしたね、リーファちゃん。そんなに安心されると複雑な気分だ。まあ心配にもなるわよね。お主大したものじゃの。わしですらそのような修行は行えんばい。いや、カーディナルだって案外できるかもしれないぜ。よし、それじゃあ入力するとしようか。とはいえ入力版がないな。この世界では音声でシステムを呼び出し命令を行う。パスコードはリリースコードから始まる解除術式の後に口に出す他はない。ああ、分かった。このパスコードって文字を申請語として続けて読んでもいいのか？意味が通っているものならばな。しかし意味のわからぬ言葉の羅列にせぬとは、あの女の性格らしいな。ま、自分が忘却した時に思い出しやすいものがいいとも思ったんだろう。リリースコード、クランテスターファイナルディシジョン。この申請語は一体何を意味しているのです？クランは血族、テスターは実験台。そして最後の選択だ。あれは、この方がメディナ殿のご先祖様。ああ、きっとそうだ。よかった、やっと見つけてくれた。早くあの子を。また声が。おそらくはその宝石に残る記憶が彼女のフラクトライトに反応しておるのじゃろう。やはりこの体は紛れもなく五代目当主のものじゃ。メディナさんによく似ているわね。ああ、迷っておるのか？当然だよ。いざとなるといくらご先祖様がそれを望んだからといって、この人だってアドミニストレーターの実験台になって自分の人生を奪われてしまった一人なんだ。ですがお前は彼女の声を聞き、メディナ殿を助ける使命を受けたのでしょう。ああ、やっぱり俺は。そうだね、ご先祖様の思いに応えることができるのもキリト君だけだよ。お前は私に自分の意思で決断することの大切さを教えてくれた。このお方の意思がもう決まっている以上、お前も自分の意思で決めればいい。キリトは何を望みますか？アスナ、アリス、俺はメディナを助けたい。メディナは大切な友達だから。ではもう思いは決まっているではないですか。ああ、あとはどうやってこの体にメディナの剣に残ったフラクトライトを上書きするかだ。言っておくが、そう甘くはないぞ。カーディナル、これは単なる魂の複製作業ではない。
崩壊寸前のフラクトライトを新たなフラクトライトに上書きし人体に接続することはどんな手段をもってしても不可能じゃ。でも何か策があるんだろう。うむ、メディナの壊れかけた魂を先祖の体に接続するには、お主とメディナの記憶によるつながりを得た剣を媒介にした接続作業、それが必要となるじゃろう。剣を媒介に。まずは五代目当主の記憶が残った宝石とメディナの剣に残る崩壊しかけのフラクトライトを融合する。そしてその剣で先祖の体を貫き接続を行う。その上でメディナの自己意識を回復させればメディナの魂を復活させることができるかもしれん。ただそこには大きな危険がある。そうだろう。確かにその工程で体とメディナのフラクトライトとの接続は可能になるだろう。だが接続した途端にメディナとご先祖様二人の魂が同じ体に共存することになるんだ。それに耐えきれずフラクトライトが崩壊してしまうこともありえるよな。もちろんお前の懸念はもっともじゃ。じゃがメディナの肉体が生きておらず記憶すらほとんどない剣という媒体に姿を変えている以上他の接続方法はない。その上この方法すらも確実ではない。何せ蘇る魂がメディナかそれとも五代目当主かもわからぬのじゃからな。ああ、それに状態がいいのはご先祖様のフラクトライトの方だ。うむ、ゆえにその事象を上書きするために必要なのは真意の力じゃ。真意の力。メディナの意識を回復し壊れかけの魂を修復してこの五代目当主の肉体に移すためにはお主が持つメディナの記憶、そして宝石に残る五代目当主とオルティナノスケ先祖代々の思いが重なることが必要じゃ。キリトの意識を回復した時と同じ、必要なのは思いの強さということですか。そしていかに思いが強かろうと魂がほぼ崩壊している以上復活の可能性は低い。また長らく放置された五代目当主の魂が蘇るとも限らん。失敗すればここに残されるのは娘の死体のみかもしれん。どうする？それでもお主はこの娘を剣で貫きメディナの魂を注ぎ入れることを選ぶか。決まってるよ。俺はメディナとこれまで築いた絆とメディナのことを思うご先祖様の気持ちを信じたい。さっき語りかけてきた優しい声、あの人は心からメディナを助けたいと願っていた。俺はメディナとオルティナノスケの真意の担い手だ。その役目を果たす。うむ、それでは宝石と剣をわしの前に出せ。ああ、行くぞ。ありがとうカーディナル。健闘を祈るぞキリト。どうかメディナ殿を助けてあげてください。私は彼女から学んだことが多くありました。それに彼女とは話したいことがいろいろとあるのです。キリト君なら大丈夫。最後までメディナさんと戦ったんだもの。私キリトさんのこと信じてます。あんたならやっちゃいそうな気がするわ。どんなことも乗り越えてきたもんね。お兄ちゃん頑張って、絶対大丈夫だから。あんたって大体最後には美味しいところ持ってくでしょ。きっとうまくいくわ。キリト、メディナは僕にとっても大切な友達だ。君は僕のことずっと引っ張ってきてくれた。メディナの手をもう一度取ることだってできるよ。みんなありがとう。さあ早く彼女の魂を私の中に。あなたの思い確かに受け取ったよ。どうか見守っていてくれメディナ。君は強い思いで俺を守ってくれた。
でも思いなら負けないぜ。俺たちはもう一度君に会いたい。記憶の中だけじゃなく、この世界で再び咲いてくれ。永久に燃え続けるリコリスの花のように。リコリスの花。耳の傷口から花が。それに剣が体に吸い込まれている。紛れもなくメディナ殿です。うむ、じゃがまだ確証はない。どういうことだ。姿形は確かにメディナじゃ。しかしそれはキリトや先祖の真意が作用したがゆえの幻影かもしれん。幻影？つまりは五代目当主殿の魂が蘇った可能性もある、そういうことですか。うむ、あの崩壊の仕様では再びフラクトライトが息を吹き返すことは難しいからな。すまぬ、厳しいことは言いたくないが、可能性について話しておく必要があったのじゃ。分かってるよカーディナル。ともかく目覚めてもらわなければわからないな。キリトさん。メディナ、メディナ。よかった、意識が戻ったんだ。あなた誰。あなた、ここはどこ。私は一体。俺のこと覚えてないのか。フラクトライトは記憶領域まで激しい破損状態にあった。やはり記憶の回復は不可能であったか。そんな、なおさら蘇ったのがメディナなのかご先祖様なのかわからない。でもどちらだったとしても、俺はまた大切な友達として思い出を作っていくだけだ。おい。え？3秒以内にその手を離せ。貴様、会ったばかりの人間に慣れ慣れしく触るなどどういうつもりだ。3、2。あ、間違いない、メディナよ。メディナが戻ってきたわ。おい、一体なんだ。そうですね、この工場はメディナ殿以外にありえません。よかった、メディナさん、本当に戻ってきてくれたのね。お前たちは一体誰なんだ。メディナとは私のことか。それ以前に私はなぜここに。怖かった。キリトさんの剣が入っていくとき、私ドキドキして心臓が止まるかと。メディナさん、メディナ、大丈夫？痛いところはない？どこも痛くなんかない。なぜそんなことを聞く。だってさっきからずっと。なんで涙が。私だってわからない。でもお前たちと話していると胸が苦しくて、どうしてか懐かしくてたまらなくて。あの、私が飼ってる猫の名前わかります？前にお話ししたんですけど。わからない、前たちのことなんて知らない。知らないはずなのにどうして涙が止まらないんだ。ムカつく。本当にメディナみたいね。そうだね、記憶はなくても確かにここにいるのはメディナだ。キリト、ほら、あなたも何か言いなさい。当事者のくせにさっきから一言も話していないではないですか。そうだよキリト君。おかえりメディナ。
つく。俺はメディナに短い時間で彼女に話せる限りの事実を話した。まずは彼女がメディナ・オルティナノスという一人の剣士だったこと、そして俺たちがかけがえのない友達だったこと、それから彼女は激しい戦いの末に俺のために自分を犠牲にして生きたいてしまい、再び息を吹き返したが、全ての記憶を失ってしまったということも。というわけだ。よくわからん。ムカつく。だが嘘をついていないことはわかる。お前たちといるとどうしてかホッとするから。ずっと長い間私は暗闇の中にいた。目を開けても何も見えなかった。なのに一筋だけ光が差し込んだ。その暖かい光は暗闇の中の私を優しく包んでくれた。お前はその時に見た光に似ている気がする。だから懐かしいのかもしれないな。嬉しいよ、生きて戻ってきてくれて。本当によかった。なんとなく心が伝えてくれる。お前はムカつくやつだ。相変わらずだな、メディナは。なぜそう思った？理由を知るためにもう少し詳しく話してくれ。ごめん、もっとここにいたいのは山々なんだけど、俺たちにはもう時間がなくてさ。なんだと？そうだ、寂しいけどキリトは自分のいた世界にもう帰らなくちゃいけないんだよね。それでは私の記憶について確認しようがないではないか。悪いな、でも少しの間だ。すぐに戻ってくるよ。大丈夫、それまでは僕たちが君にいろんな話をするよ。そうです、メディナ殿、ゆっくりお話ししましょう。あなたと私たちの思い出はまだまだたくさんあるのですから。はい、ありがとうございます。ですがキリト、メディナ殿とお前しか知らないようなことは必ずお前が戻ってきてから伝えるのですよ。外の世界とこの世界では時間の流れが違います。できる限り早急にことを終わらせてください。いいですね？分かってるって。その言い方じゃまるで俺がダラダラして帰ってこないみたいじゃないか。その可能性は大いにあります。お前を心配している女性が何人もいるでしょうから、挨拶回りがさぞかし大変でしょう。確かにみんなに無事を報告する必要はあるけど、なんで女性限定なんだよ。自分の胸に手を当てて考えてみればいかがでしょうか。どうしたんだメディナ。何でもない。何も覚えていないはずなのに、なぜか今の光景に既視感を覚えたんだ。そうなのか。じゃあみんなと接するたびに徐々に記憶を取り戻していけるかもしれないな。俺たちの思い出はどんなに時間をかけて話したって話しきれないかもしれないけど、待っててくれよな。必ず戻ってこいキリト。このモヤモヤとした気持ちが何なのか戻ってきたら問いただしてやる。何かお前に言いたい言葉があるのにどうにもたどり着けない。ムカつく。言いかけた言葉？キリト、何か心当たりは？言いたい言葉？キリト君、何か心当たりは？もうそういうところですよキリトさん。俺なんだろうな、というか俺じゃないって。みんながなんでそんな目を俺に向けるんだよ。
俺が悪いのか？ああ、本当に本当にムカつく。なんでみんなが分かって私が全く分からないんだ。だからいつかお前に必ず伝えてみせる。私がその言葉を見つける。それまではみんなに聞か。あとすぐに戻ってこなかったら許さないぞ、キリト。なあ、分かってる。すぐにまた会おうぜ、メディナ。戻ってきたら絶対に伝えてくれよな。貴様は今日初めて出会ったはずなのに、やっぱりムカつく。それじゃ名残惜しいけど行くか。まったく、気をつけて行ってくるのですよ。お前は本当に危なっかしくて心配極まりませんが。大丈夫だぜアリス、絶対に戻ってくるから。その言葉信じていますよ。そして再び会える時を楽しみにしています。それから次会った時は今度こそ。いえ、今度こそお前を立ち会いで打ちのめします。なので首を洗って待っていなさい。でか、最後にそんな不安を感じることを言われても。ともかく早く帰ってきなさい。いいですね。ああ、またな。俺、アリスに会えてよかったよ。もう、まったくお前は。それじゃあシステムコンソールで外部と連絡を取ろう。必ず救ってみせる、アリス、ユージオ、そしてこの世界で生きる多くの命。キリト！ユージオ？僕も待ってるからね。ああ、今度は6年間も待たせたりしない。約束するよ。お疲れ様。こないだはスコードロンでの攻略抜けちゃってごめんね。特に用事なかったんだけどさ、さっきすごく変な夢見たんだ。なんか私違う服着て赤い髪の女の子と一緒に異世界を冒険してたんだ。え？君も同じ夢見たの？へえ、不思議だね。異世界転生みたいな感じだった。それでその女の子が死んじゃうんだけどさ、強い光が包んで最後は助かったんだ。赤の他人なのに変だよね。それ見てなんかすごくほっとして。どうしてかな、ずっと涙が出てきて止まらないんだ。あのさ、変なこと聞いてもいい？ごめん、やっぱいいや、なんか忘れちゃった。ねえ、グロッケンで美味しいプリン売ってるとこあるからさ、今度行ってみようよ。
全てが終わった後に聞いた話だが、その日 ALO や GGO といったザ・シードで構築されたゲーム上で、何人もの人が不思議な映像、幻覚を見たという報告がいくつもネット上を駆け巡った。その映像は見たこともない。だが見た人にはなぜか見覚えのある服装をした人たちと自分が楽しそうに生活しているシーンだったという。その映像を見た人のほとんどが訳もわからず涙したという。君の名を心に刻もう。メディナ、メディナ、オルティナノス、世界が君を決して忘れない。